5日昼前、高松市の県道の交差点で、お、トバイと軽自動車2台が関係する事故が、り、オートバイに乗っていた67歳と6歳の夫婦が死亡したほか、双方の軽自動に乗っていた3人の男性が怪我をしまし、5日午前11時半ごろ、高松市西宝町、県道の交差点で、右折しようとした。ハバイと直進していた軽自動車が衝突。事故の弾みで軽自動車は、対向していた別の軽自動車とぶつかりました。警察によりますと、この事故で、お、と、いを運転していた近くに住む浜田清、さん、67と、後ろに乗っていた妻の、美さん、63が病院に搬送されました。頭などを強く打って死亡しました。ま、双方の軽自動車に乗っていた22から42歳の3人の男性が怪我をし、いでも命に別状はないということです。現は片側2車線の信号機のない T 字路、が、点で、警察は軽自動車を運転していた。